ケルト -9B は地球から見て白鳥座の方向に約650光年離れた位置にある恒星ケルト -9 を公転する太陽系外惑星で K4 型の構成に匹敵する表面温度を持つキロディグリーエクストリームリーリトルテレスコープによる観測で2014年に惑星の候補とされ2015年の発見確認観測にて惑星だと確認された ケルト -9B の光点この惑星は木星の2.88倍の質量と1.89倍の半径を持つ巨大ガス惑星で光点周期が1.5日しかないことからホットジュピターに分類される。質量は木星の2.8倍以上だが密度は半分しかなく主星からの激しい放射がこの惑星の大気を風船のように膨らませているとされる。 月と地球の関係のように、惑星の片側は常に、恒星の方を向いている。この惑星の昼側の表面温度は 4000K を超え、オハイオ州立大学の天文学者、スコット・ガウディは、これまでに発見された中で最も熱い巨大、ガス惑星である、と述べている。ただし、主星を B 型純粋星やパルサーにまで分類を広げると、ケプラー70ビット、ケプラー 70C、 PSRJ1807 から2459ビットなど、より高温の惑星も確認されている。主星から受ける、極紫外線は、A 型星の WASP-33 を抗転する WASP-33B の700倍以上であり、強い紫外線により、水星のように尾を引いている、可能性も考えられている。スコット・ガウディは、質量は、 典型的な惑星であるとする一方大気は基地の惑星と全く異なると述べている。惑星の大気には分子が含まれるのが普通だが、この惑星の昼側では激しい紫外線が阻害するため、水、二酸化炭素、メタンなどの分子は形成されない。夜側もおそらく高温になり、分子は作成されても一時的なものであると考えられる。 この他に特筆すべき点として、主星の自転軸に対し垂直に交点している。主星は白色のスペクトル型 A0、または A 型と B 型の境界線上の構成とされ、A 型星を交点する惑星は、ケルトマイナス 9B を除いても24個しか発見されておらず、より高温の B 型星を交点する惑星は見つかっていない。ありがとうございます。